カースティング・リーゼと会話するシュベーズイヒ、マヌエラ・シュベーズイヒは、ドイツ連邦共和国の政治家。現在、同国メクレンブルクイコールフォア・ポンメルン州首相。同州労働、社会均等、社会省などを歴任。ドイツ社会民主党、所属、2009年より、同党副党首。2013年から2017年まで、第3次、メルケル内閣で、家族省を務めた。 フランクバルター・シュタインマイヤー・トラルフ・ステグナーと共に、フランクフルト生まれ、税労工地にあるギムナジウムで、アビトアに合格後、1992年から2000年まで、フランクフルトの税務署に勤務すると同時に、税務専門学校にも通う。1995年、財務リプローム試験に合格後、税務監察官として、シュベリン財務局に転属する。2002年5月以降、 彼女は、メクレンブルクイコールフォアポンメルン州財務省320部局に勤務する。最後に彼女は、財務行政部局参事として、公的職務と組織問題に従事するようになった。マヌエラ・シュベイズイヒは29歳で、ドイツ社会民主党に入党し、社会民主党、シュベリーン地域支部と、州本部に属した。2004年以降、彼女は、 シュベリーン市議会ドイツ社会民主党副議員団長になり2007年10月から2008年10月まで議員団長になった2008年10月6日に州政府社会保健省に任命された。彼女の前任大臣エルウィン・ゼレリングがメクレンブルクイコールフォア・ポンメルン州首相に転出したための後継人事であった。2009年7月30日、2009年ドイツ、 連邦議会選挙における、ドイツ社会民主党のフランクバルター・シュタインマイヤー、連邦首相候補の影の内閣閣僚になった。彼女は、家族、社会領域を担当した。2011年10月25日に、メクレンブルクイコールフォア・ポン・メルン州、第二次、エルウィン・ゼレリング内閣の労働、社会均等、社会省に任命された。 2013年12月から2017年7月まで、第3次、メルケル内閣で、家族、高齢者、夫人、青少年賞を務めた。2017年7月4日、前任者が健康上の理由で辞任し、その後継に指名されたため、メクレンブルクイコールフォアポンメルン州首相に、選出された。マヌエラ・シュベーズイヒは、ドイツ児童保護連盟会員である。彼女は、既婚で、 一人息子がいる。2010年7月31日、無神論者だった彼女は、夫と息子と共に、キリスト教の洗礼を受け、家族と共に、メクレンブルク福音ルター派宗教会に加入した。ありがとうございます。